つ寝ると、うん、クリスマス。クリスマスにはおしゃれしてみんなでケーキを食べましょう。お正月とクリスマスがもうミックスされてしまってるやないの。楽しみやね。あ、もうクリスマスよね。さあ、一足を先にメリークリスマス。かわいい。クリスマスブーツやんか。そうですよ。私に。どうぞ。いいの。常連客ですからね。あの、知ってた？このね、クリスマスブーツというのはね、草津市が発祥の地だとなんて言われてね。嬉しいやんか。このクリスマスの風物詩がこの滋賀県が発祥となりますとね、嬉しいですよね。ちょっと中見ていい？これ何が入ってんのやろ。先行ね、子供の時からね、もう絶対嬉しかったんよね。あれ？ママ、もうやったやだわ、もう入れ忘れてますよ、プレゼント。はい、中は自分で入れてください。はい、セルフサービス。そうですよ。あ、それで、でもね、心の綺麗な人しか見えない。なあ、そんな言って、言うて入れて、お願いしますよ。あ、気持ちいい。すいません、こっちもお願いします。なんかだんだん激しくなってきた。大丈夫なんでしょうかね。いや、もうなんでしょうね。こんな感じでしたっけ。まあ、プレゼントもそうなんですけれども、今年はイブがお休みですしね。平成最後のクリスマスですもんね。盛り上がりそうですね。そうですね、楽しみですよね。はい、以前ね、あの番組でハロウィン、こちらをテーマに扱ったことがあるんですけれども、気になるのは、ね、市場規模と言いました。はい、そこで、ね、こちらをご覧いただきたいんですが、うん、はい、ハロウィンは2018年、はい、約1240億円の市場規模と推計されていると。はい、一方のクリスマスはというと、約7000億円ですから、すごい。少し古いデータなんですけどね、2016年なんですけど、すごい。一方で、あのマスターが言っていた、草津市発祥のクリスマスブーツっていう話がありましたね。はい、でこちらはですね、あの少し補足をしますと、滋賀県草津市に、金商物産という会社があるんですね。はい、でこの金商物産が昭和30年代に初めてクリスマスブーツを世に出したというふうに言われてるんです。それがこちらですね。はいはい、すごくあの可愛いですね。で今、この金商物産自体は食品包装加工業務の全般っていうのを手掛けられている会社なんだそうです。はい、なんですけども、滋賀県の中小企業がこれだけあの独創的な発想で当時生み出したと。はい、そしてあの素晴らしい活動をしてきたってことは忘れちゃいけないですね。そうですね。まあ、クリスマスブーツがね、草津発祥かもしれないって言うと愛着が一層湧きますよね。はい、はい、改めましてメインナビゲーターを務める南あっさです。そして荻窪照明です。お知らせを挟みまして、滋賀県のさまざまな企業にフォーカスするビズラボをお送りします。滋賀県内のさまざまな企業を紹介するビズラボ。今回は画期的な技術で国内はもとより世界からも注目を浴びるこちらの企業です。ご覧ください。草津市の株式会社ウィルステージ。まちづくりの設計・企画から施設の運営まで、まちづくり全般に関わる事業を展開しています。商業施設運営事業やグリーンスタイル事業で豊かなライフスタイルの提案を続けるウィルステージですが、現在主力ではなかった事業が多方面から高い注目を集めています。それは水質浄化事業。こちらは大津市にあるプロムナード青山。ウィルステージが手掛けるまちづくりの一つです。おしゃれなオープン型ショッピングモールですが、施設の真ん中にはビオトープが配置されています。季節的に今は少ないですが、黒目高や土壌、琵琶湖固有種のニゴロブナ、ホンモロコなどを見ることができます。ここは
都会では少なくなった自然の姿に触れられる地域の人たちの憩いのスペースなのです。しかし、この生き物が共存するビオトープの完成は決して簡単なものではありませんでした。人工的な水辺は夏場になると植物性プランクトンが発生し、水質が悪化する傾向に。川のような自然浄化が難しいため、維持管理を続けるのがとても大変なのです。そうですね、結局同じ水をくるくる回すのがほとんどなので、どんどん負栄養化というんですかね、生き物がいたら余計しっこうんこもするわけなので、汚れが溜まってて、でそれを餌にまた植物性プランクトンがどんどん増えていくんで、もう悪循環ですよね。であと太陽が毎日ほぼ日陰なく当たりますから、光合成をして増え続けるっていうんですかね。でもなかなか安全で綺麗にこう管理されてるというか、で子どもたちが楽しく遊べる水辺ってないのが実情だと思うんですよね。大手の建設会社も敬遠しがちな人工的な水辺の設置と管理。ならば自分でやってやろうと考え始めたのが水質浄化事業だったのです。そして思いつくアイデアはすべて試し、試行錯誤を重ね、独自の浄化システムを開発しました。自然界に備わる自浄作用にヒントを得たとのこと。ウィルステージの水質浄化システムは、浄化ユニットと浄化バクテリアを用いて、徐々に水中に堆積する汚れを分解、除去していきます。自然の河川や湖沼の浄化メカニズムに近い水質浄化形態を再現します。開発した浄化システムにより、プロムナード青山のビオトープはきれいな水が維持されています。ウィルステージはシステムの基本特許を取得、他にも複数の特許を出願しています。そしてこのビオトープの成功は、日本が誇るあの世界遺産へと続いていきます。それが京都府宇治市平等院。平等院の味池は青子と呼ばれる水中の植物性プランクトンの増殖が進み、自ら酸素不足を起こして枯れる状態となり、茶色になることもありました。依頼を受けたウィルステージは、自社の水質浄化システムで水質の改善を試みました。手前どもとんでもない場所ですしね、世界遺産でもあるんで、そんな簡単にいかんだろうなと思いながら、現場に入らせていただいたのが今から4年前の6月7月ぐらいなんです。しかし、ウィルステージの浄化能力はすぐに効力を発揮しました。こちらは浄化着手から4ヶ月後の状態。茶色かった水面が緑色に変わってきているのが分かります。およそ 1.5 メートルの水底が目視できる状態です。そしてこちらが平成28年6月に撮影されたもの。水底がはっきりと見えるようになりました。世界遺産の平等院の庭園がより美しく映ります。ウィルステージの水質浄化能力の高さを世に轟かせました。その実績から、鎌倉市円覚寺の妙高池の浄化を手掛け、全く水底が見えなかった状態からの改善に成功。何個かご縁があってやらせていただいたりして、いろんな経験も積めましたし、でもうちょっと大きい水系をやるきっかけもいただけたりして、それでちっちゃい池から中型の池で、ある程度大きい池までの、対応方法っていうのがだんだん分かるようになってきたっていうのが、その間の経緯ですね。実績を重ね、今年の6月なんと東京都皇居の外苑の堀の浄化を手掛けることに。試験的なものですが、ここでも一定の成果を上げたとのこと。地震というか、こんなんできるんかなっていうぐらい、むちゃくちゃ大きいもんですからね。で水量でいうと8万トンぐらいの水量があるんで、平等院が大体3000トンですから、25倍ぐらいですか。
でそんなに大きい装備を持ってやれる状況じゃなかったので、ですからまあもうまあなんていうんでしょうね、ぶつけ本番みたいな感じで頑張ったのは頑張ったんですけど、ただ思ったより、まあ、効果が出たんで、まあ、本当にあの嬉しい誤算だったという感じでしょうかね。水質浄化事業を核にさらなる向上を続けるウィルステージですが、その浄化技術を用いた展開も進めています。その一つが完全閉鎖型の陸上養殖。現在県内のとあるスペースでトラフグとヒラメを養殖しています。元気に泳ぎ回るトラフグと色つやの良いヒラメ、実はこの水数ヶ月入れ替えをしていません。ウィルステージの浄化システムの機能により飼育環境に腐敗菌がなく、薬物や抗菌剤も使用しない完全オーガニックの養殖が実現できているとのこと。魚の飼育に水が重要なことは言うまでもありませんが、その管理はデリケートそのもの。定期的な水の入れ替え、大量の水の使用代金などランニングコストも馬鹿になりません。それゆえ水の入れ替えなしに元気なトラフグヒラメを養殖可能としたウィルステージの技術は専門家も驚くものでした。実証実験もほぼ終わり、すでに出荷が可能な段階です。魚のしっこ、うんことか糞尿ですよね。でこの中に入っているアンモニアっていう毒が最終分解されて硝酸になるんですけど、これはなかなか取ることができなくって、水を変えるしか飼育を続ける方法がなかったんですけど、今うちのやり方であれば、まあ、それをほとんど変えることなく浄化システムの力で分解をして、まあ、無毒にしてその水だけで魚を変えるような状況にはなってます。まあ、陸上の上でも元気に育つんだなっていうのは手応えを感じる状況ですね。しかしウィルステージの事業展開はこれだけではありません。水産養殖から出る有機物を水耕栽培に生かす循環型食料生産システムも同時に開発中とのこと。簡単に言うと魚を飼ってますと毎日餌を大量にやりますから、いい餌をやっても当然有機物の汚れにはなるんですよね。でそれを植物にとっては優秀な肥料にもなりますので、まあ、魚を飼い続けている飼育水を、植物の成長の方に循環させていくというんですか。でそれを上手に組み合わせると魚を飼っていることと植物の成長、作物を育てることが同時にできるようになるんですね。ですから大概はこう組み合わせるとバランスがうまいこといかなくて破綻してたんですけど、うちのやり方だとなんとかなるんじゃないかなというのが今見えてきてます。陸上養殖の飼育で使う水を植物や農作物に生かす事業の拡大はもちろんですが、田畑の多い滋賀県の課題解決にも一筋の光を差します。ウィルステージの水質浄化の技術は新しい農業の形までも描き出そうとしているのです。農地法という法律の解釈というか考え方はあると思うんですけど、そのあたりが整理がつけば本当に余ってる田畑で農作物だけじゃなくて魚まで育てて、でそれがお互いこうバランスしながら循環しながら成長できるような、そういうシステムができたら、滋賀県としてもものすごくいい解決策というかですね、形になるんじゃないかなと思って期待はしています。注目が高まるウィルステージ、今後の展望をお聞きしました。ここ数年の実証事業とかの中で、こうやったらきれいになるんだっていう技術的な手応えも出てきましたので、それを取り組んでいきたいというのが一つで、もう一つはそれを応用した、魚をですね、どんな場所でも買えるかもしれないという技術も形になってきましたので、魚種を増やしてトラフグとヒラメをやって できたら本当にウナギも、皆さん大好きですのでウナギもやってみて、で、これもベースの技術があればなんとかなるような手応えがありますので、そのあたりを取り組んで、これは
食生活にも影響すると思いますのでね、安心して、まあ、どこでも食べれる魚が、まあ、作れるっていうのは、まあ、大事なことなんで、まあ、それをやってみたいなと考えています。画期的な水質浄化システムは様々な可能性の翼を広げ、実用化への道に羽ばたこうとしています。しかしその出発点は、多様な生き物が息づく美しい水辺を子どもたちに提供したいという願いから生まれたもの。大きな注目を浴びながらも、そのうねりに飲み込まれることはありません。自分がその昔子どもの頃ずっと遊んでた川とか、ね、海がどんどん汚くなってきて、で、まあ、それをきれいにするやり方も自分でわからない中で、まあ、すごい悲しんでた幼少期というのは実際あったんですね。ですから、まあ、なんとかこれがその一助になるような技術であれば、汚れていく川であるとか、まあ、池湖とか、まあ、そういうものをきれいにしていきたいなと、まあ、それがまた子どもたち の、ね、その自然な意識を関心を高めることにも間違いなくつながりますので、そういう取り組みはしていきたいなと思います。ウィルステージの快進撃はまだまだ続きます。いろんな可能性を秘めてますね。いや本当ですね、はい。まあ、広く言うと環境に関する、ね、事業をされてますけれども、環境というと今 SDGs って言ってですね、はい、持続可能な開発目標ですよね。これに向かって発展途上国もそうですし、先進国もちろん滋賀も向かっていかなくちゃいけないですからね、はいはい。さて今回紹介したウィルステージは1月1日放送の SDGs をテーマにした滋賀経済ナウ新春スペシャルでも取り上げる予定です。どうぞお楽しみに。お知らせの後はビズログです。続いてビズログです。おいくぼさんに経済に関するいろいろなワードを解説いただきます。さあ今回は何ですか。はい、今回こちらですね。滋賀戦略的 CSR 経営モデル2030。長いですね、はいはい。滋賀経済同友会というところがですね、提言したモデルをご紹介します、はい。まあ、皆さんご存知かと思いますが、滋賀経済同友会は滋賀県経済の成長のあるべき姿を追求して地域経済の活性化のため活動している経済団体ですね。そうなんです、はい。こう滋賀県のですね、経済界を牽引している団体の一つなんですね。だからここが提言する内容というのは非常に重要であり、はい、注目されているというわけですね、はい。このまず CSR という言葉なんですけど、はい、これは企業の社会的責任ですね。まあ、例えば儲けだけじゃなくて社会的責任を果たすために、まあ、環境に優しい経営をしようとかですね、そういったことなんですけれども、はい、その CSR の経営を社会起点、自分たちじゃなくてですね、社会を起点にして考えましょうと、はい。それからもう一つは未来社会を想定した企業経営を確立していきましょうねと。でそのためにニューグリーン成長社会の実現って書いてありますね、はい。この実現に向けた新しい CSR の経営モデル、これをですね、滋賀経済同友会が2018年3月に提言をしたということになります、はいはい。これなんでこのモデルが必要だったかっていう背景なんですけれども、今世界中がですね、すごく時代の変化早いものですから、はい、滋賀もですね、うん、今までの成功体験ですとかビジネスの仕組み、これもいいんですけれども、はい、このモデルにいつまでもしがみついていると時代についていけなくなると、はい。だからこそですね、21世紀ならではの滋賀らしい産業モデルを確立して、このモデルを提言することによってですね、企業が、滋賀県産の企業がですね、どん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 新しい時代に向かってやっていこうということを提言したわけですね、はい。なので今回の提言されている中にはこのモデルっていうんですかね、このキーワードが4つあるんですよね、地域、社会的課題、そして本業で、最後にイノベーションという4つのキーワードがあるんですけれども、まず持続可能な社会を実現するためには、社会的課題というのがあってですね、はい。で本業をまず生かしましょうと、はい。ビジネスを生かして、社会的課題を解決していきましょうねと、うん。でそれによって企業は新しいイノベーションというんですけれども、まあ、革命とかですね、変革って言いますけれども、はい、イノベーションを自ら起こしていくと、はい。それによって地域の
課題を解決していって、地域 の経済をですね、発展にまあ導いていきましょうねというビジネスを作り出していくことができるので、この4つのキーワードをですね、うまくまあ生かしていきましょうねということになります。なるほど。あくまで本業なんですね。気をてらったことはしなくていいってことですよね。はい、はい、でそこで何回も出ているように、社会的課題とか社会的起点っていうのがあるので、はい、大事なワードがもう一つあるんですね、はい、それがこちらのモデルなんです、うん、はい、アウトサイドインのビジネスアプローチってことで、難しくなってきたぞ。難しいですね。もうずっと難しいですよね。はい、従来はね、はい、企業が自分たちの起点、自社起点でですね、インサイドアウトっていうことで、自分たちにできることからビジネスを作り出していこうと、はい、この枠内っていうんですかね、企業 の枠内の中で考えている仕組みでやっていこうと。そうするとどうしても、ね、壁にぶち当たるわけですね、はいはい、企業 の枠内でしか物事を考えられない。一方でこのアウトサイドインというのは社会的起点、社会起点の方なので、はい、こっちに発想を転換していくとですね、社会の課題、社会的課題というのはうんとたくさんあるんですね。は世界中を広げていってもすごくたくさんあると、うん、でこれをですね、こうぐーっとこう降りてきて、で企業側はどんどんですね、顧客が求めているもの、社会が求めているものってどん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 広げていくと、ここの組み合わせの中に新しいビジネスモデルがありますよねということで、発想の転換をどん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 外、アウトサイドに向かっていきましょうよという考え方に転換させることによって、社会的課題、それから企業の強みの付き合わせ、この組み合わせによってですね、新しいビジネスができますよねってことを言ってるんです。なるほど、はい、内から外からですね、はいはい、ぜひ皆さんも滋賀経済同友会のホームページに行けば提言内容が全部出てます。ここで着目して自ら事業分野のですね、成長に向けて取り組んでいただきたいですね、うん、どこかに当てはまるところがあるかもしれないですからね、はい、滋賀県は日本の宝物のような中小企業がたくさんありますから、具体的に構想を描けるっていうのは素晴らしいことですね、はいはい、続いては経済ウィークリーです。環境問題に取り組む地元企業日吉と滋賀大学がビッグデータ活用のための協定を結びました。協定締結式は11日彦根市の滋賀大学で行われました。協定は日吉が持つ環境問題に関する膨大なデータ、ビッグデータを滋賀大学のデータサイエンス学部が解析し、この分野での共同研究や人材育成に活用するというものです。私たちが事故で個人的にやっている、趣味といいませんが、そういう領域だけではなかなか、早くたくさん、行うことできませんけど、こういった、学術的な方々のご支援いただくによってスピード感も早まったりとか、それから処理する幅も広がったりということで、一気にそういう課題が解決できそうかなということで。滋賀大学はこれまで県内外の企業およそ40社と協定を結んでいますが、環境分野での協定は初めてということで、今後国連の開発目標 SDGs に沿った環境ビジネス立ち上げなどで地域経済の活性化などに寄与したいとしています。滋賀経済ナウ、今回は株式会社ウィルステージを取り上げましたが、いかがでした？はい、世界を見るとですね、はい、水を安心して使える、飲める国って非常に少ないんですよ。数少ない日本において、このウィルステージがやってることは非常に大事でしてね、はい、水質の浄化、それから陸上養殖っていうのは滋賀だけじゃなくて世界が注目する技術だと思いますね、はい、滋賀から世界へ期待しましょう。滋賀経済ナウ、次回もどうぞご期待ください。お楽しみに。いやー、確かにね、都会でこの綺麗な水の遊び場というところが少なくなってきたわ、僕ら小さい時は大川にはね、たくさんこの魚が泳いでたけどね。確かに最近生きてる魚をなかなか見る機会って減ったよな。そうやね。でもこれからどんどん増えるといいな。ええー、ね、陸上養殖楽しみやね、クリスマスもええけどね、トラフグとかね、ヒラメのね、刺身もいいね。いいね、だ大好き。ってまーって食べる話やん。ここでクイズです。いきなりやな。これは何と読むのでしょうか。じゃーん、ズバリ TAI、 えタイ。お、よう分かったね。だよ、タイです。正解です。ラーメンとって簡
単すぎるわ。ほんだらこれは何と読むのでしょうか。うわお、ちょっと待って。え、この流れで言ったらわがまま娘と解いてのぞみちゃんでしょ。わかりますか。正解です、のぞみちゃんです。それクイズでも何でもないから。楽しかった。このクイズ、あ